おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。特急あずさのプラレールを入手しました。現在は廃盤のプラレールですね。実車でもプラレールでも現在は E257系が主流です。プラレールのあずさは色が2種類発売されていて、台車の色がグレーなのが後期のプラレールで、さらに屋根のライト部分のモールドが、撤去されたものもあります。さて今回は183系特急あずさを、プラレールでフル編成にしてみたいと思います。では、行きまーす。まずは、中古店で中間車を大量購入。183系の旧用だった頃の編成で繋いでいきましょう。1号車は、クハ183、新宿方面の先頭車になります。2号車は、モハ182、パンタグラフのある中間車です。3号車は、モハ183、パンタグラフのない中間車です。4号車は、モハ182、パンタグラフのある中間車です。5号車は、モハ183、パンタグラフのない中間車です。6号車は、サロ183、グリーン車です。7号車は、モハ182、パンタグラフのある中間車です。8号車は、モハ183、パンタグラフのない中間車です。9号車は、クハ183、交尾車になります。それでは全部つなげてみましょう。どうでしょうか ?183 系特急あずさフル編成です。やはりフル編成は迫力があっていいですね。レイアウトを組んでみたので車両を置いてみましょう。いかがでしょうか ?1 編成だけでは物足りないので、前回フル編成にした E257 系あずさや、中央線 E233 系も出すといいと思います。他にもフル編成にしてほしい列車がございましたら、ぜひコメント欄にて受け付けております。それでは走行動画をどうぞ。